FIFA ワールドカップで話題の影山優佳と、かねてより知的に活躍中の山崎玲奈を考察する。日向坂46の影山優佳が FIFA ワールドカップでの活躍をきっかけに大ブレイク。また以前より、乃木坂46からは山崎玲奈が知性派タレントとして活躍している。二人の知性派アイドルを考察したい。ブレイクした影山優佳。影山はワールドカップの勝敗予想の多くを概ね的中させ、話題となった。影山は近頃、東大王、TBS 系などの難題を出題するクイズ番組で、東大王の OG である鈴木光の後輩として活躍。バル、影山は名門高校である筑波大学附属高等学校出身であり、クイズ研究会にも所属していた。また影山は東京大学文化一類受験のためにアイドル活動を2年間休止していたことでも知られる。新井恵理那を超えられるか、影山は訳のあいあいとした日向坂の中で、報道のアイドル性も備えつつ、知性派メンバー担当となっていることに新しさや凄みがある。才色兼備かつ文武両道という最強スキルを持つ影山。影山は、新井恵理那のように MC 業に携わるのが一つの理想と思われる。しかしそれでは芸能事務所、セントフォースらしいただのタレントでもあるので、影山の能力を活かしきれていない感もあるだろう。影山の能力を活かしきるマルチな MC タレントという新たな境地を期待したい。クイズ番組ブームの危うさ。影山はクイズ番組で活躍するわけだが、クイズ番組は必ずしも安定的ではないだろう。現在のクイズブームは、直接的には、東大王が生んだ伊沢拓司らによる部分も大きいものと思われる。伊沢のブレイクから4、5年経つので、そろそろクイズブームの低迷期とも言える。バル、また脳科学者の茂木健一郎氏が、東大王を批判するなど、クイズ番組を知性と結びつけることの問題があるという指摘も。大学院で研究の道に進みながらも現役、東大王である鶴崎久典も、クイズは役に立つものではないが、愛することができる混沌の競技、との趣旨を発言している。政治にも義理込める山崎玲奈。元乃木坂46の山崎玲奈も慶応義塾大学出身の知性派アイドルだが、一方で山崎は影山とは違い、より本格的なインテリ文化人タレント路線を進む。バル、山崎のすごいところはクイズタレントや歴女としての活躍もある一方で、政治や時事に対しても優秀なコメントができることだ。山崎は、選挙の日2022、TBS 系で、的確な深いコメントをすることで評判となる、サンデージャポン、TBS 系でも山崎は、世界平和統一家庭連合への解散請求の話題について、解散請求が通れば旧統一教会は宗教法人から任意団体となる旨を踏まえたコメント。